よかった。いいね。チャンネル登録して帰ってください。もう4年後まで会わない人多分いるでしょうけどね。2万8000人いたら。一応今だけ別に好き勝手とか分析してるわけじゃなくて、結構これ4年間ずっとやってんですよ、僕。<laughs> 実は今日始めましての皆様。4年間どころか、前回のワールドカップ前から6年ぐらいずっと全試合見てまして、はい、ずっとやってるんですよ。で、なな僕最初の1年間とか相当、はい、森保さんのところ用語というか、好意的に全部見てまして。 でもずっと同じ問題変えないで、ずっと気持ち気持ち、スポンサーしか言ってない、来ないんで、ってなっても来ううなっちゃうんですよね。なんでちょっとまた4年後お会いできたら嬉しいんですけど、はい、一応いつもやってますんで、あのすごく面白いサッカー、はいまあ、海外サッカーあったりとか、そうそう。まあ、J リーグもそういう試合あるかもしれないですけど、まあ、そういうのをできるだけあの伝える。別にあの日本代表にいっぱい文句言うオーザフットボールチャンネルじゃないんで。 こ,こだけちょっとご理解いただければ嬉しいさ。西空君、日本代表の歴代監督、誰が一番優秀だと思いますか誰だろうね。やっぱりね、優しくて、ね、みんなを盛り立てられる人がね、いいですからね。日本人の調和みたいな感じでコミュニケーションが上手い人がいいんで、やっぱハリル・ホジッチじゃないですかね。ガチは惜しむ。